はい、こんにちは、神村海斗です。本日はコーチング編をやっていきたいと思います。第3弾ですかね、確か、はい、3弾になると思うんですけども、前にね、レディ、そしてその次にプップケアでサンドバーでやったんですけども、また今日はちょっと違った場所でやっていきたいなというふうに思ってます。そして今日かなり気合の入った2名の方がいるので、まあ、その子たちにしっかり、まあ、今年の日本の試合でね、結果を出せるように、つなげられるように、いい練習ができるようにコーチングしていきたいと思います。というわけでピッチに向かっていきたいと思います。さあ、おはようございます。今日は奈々ちゃんとるいくんのコーチングをやっていきたいと思います。どうですか、奈々ちゃん、ハワイ、はい、2回目ですかね、2シーズン目、今年2回目です。どうですか、ハワイは。とりあえず修行の場所です。修行の場所ですか。癒しの場所じゃないですか。まあ、奈々ちゃんはもう軍隊スタイルで頑張ってるので。まあでもだいぶ波もね、地形とかも落ち着いちゃったからね、休むときは休んでっていうのもいいと思います。日本の試合に向けてやっていきましょう、はい、そしてるいくん、るいくんも今年プロトライアルを受けて、はい、プロになってほしい一人なんで頑張ってもらいたいです。はい、頑張ります。今日は誰もいないオフザオールで、そうですね、貸し切りです。貸し切りですね、最高っすね、はい、誰もいないんでちょっとやっていきましょう。はい、お願いします。るいくんとナナオちゃんは誰もいない貸し切りのバンクで楽しんで乗ってます。ナナオちゃんはちょっと長めのボード5-6ハーフで、普段より2インチぐらい長いボードでターンの練習をしてます。そしてね、るいくんはファイゼルのボードで練習してるんですが、ちょっとまだね、力が入りすぎてる感じがあるので、だんだんほぐれてくるといいんじゃないかなと思います。このオフザオールでね、貸し切りでね、セッションできるのはね、かなりラッキーだと思います。波のポジションもだいぶね、よくなくなってしまったのもあるんですけども、それでもオフザオールはオフザオールなんで、これはね、貴重な経験になるんではないかなというふうに思ってます。今日は課題としては、るい君はボードを縦に上げるバックサイドストレートアップを練習してほしいということと、奈々ちゃんはコンビネーションターンをちょっと練習してほしいというふうに言ってあります。さあ、長めのボードでね、こういうちっちゃい波をね、コンパクトにターンするっていうのもかなり難しくね、 CT 選手も今試合に向けて長めのボードで練習しているサーファーが多いので、奈々ちゃんも同じようにやってもらってます。だんだん日の光も出てきました。やっぱり日の光が出てくると見栄えが良くなってきます。さあ、るいくんはね、果敢にバックサイドでアタックしているんですけども、インサイドのね、折れたセクションの前にこけてしまうことが多いんで、さあ、奈々ちゃん、さあ、なかなかいい波が少ないのでターンを連続しているのは難しそうです。
アリッサ・スペンサーやってきました。彼女も CT でステファニー・ギルマンの後を倒してね、今勢いのある選手です。西圭次郎さんやってきました。最近ハワイ入りしてきまして、練習をハワイでも黙々とやっている一人です。さあそしてこの女の子はエリン・ブルックス登場しました。朝も昼も夜もどこでもサーフィンしております。毎度波があるところに必ず現れる女の子サーファーの一人です。さあハワイでねウォーキング砂浜でしてる人よく見かけますが、このね砂がねかなり柔らかくてですね、かなりのねトレーニングになります。日本のね砂と全然違くてですね、本当に足ともう腰ともう全てに負荷がかかるんで、もうかなり疲れるんですが、まあ、これのおかげでかなり僕もパワーアップしています。そして今日撮影しているのがこのオフザオールなんですが、このね右側で割れているのがバックドアとなっているんですが、普段はねこんなにダラダラ割れる波ではなくて、もっとね掘れ上がってくるんですけども、今日は地形がよろしくないです。そしてパイプ方面はもうほぼ壊滅ですね。今人が歩いちゃってますけど、もう砂がね溜まりすぎてしまって、パイプラインのね激掘れの波はもう今シーズンはないかな、ちょっときつそうです。軽い感上がってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、オルザオール。いやー難しいですね。波にも苦戦するし、はい、こう板を縦に上げるっていう意識をしてたんですけど、はい、それがなかなか思うようにできなくて難しかったです。最後でも1本良かったじゃないですか。最後2発目のターンとか、そうですね、なるべくこう波より前に進まないように、はい、こうだいたい前に進んでっちゃうんで、はい、なるべく抑えるようにして、はい、でなんかこう縦に行くようには意識したんですけど、でもなんか結構良かった。本当ですね、なんか思いっきり当て込めないっていうか、なんかまだ感覚つかめてないですけど。その我慢してターンしている感じが自分では違和感かもしれないけど、それがいいって感じ。逆にそこで抜いちゃったターンをした時にこうレール入ってないターンになっちゃってるから、そういうターンをやっぱもっと練習して心がけた方がいい。2発目ぐらいなんか超待つ感じで、そうだね、あの待つ感じ欲しい。
でもなんかこう溜めすぎないでみたいな感じでできるというか。そうです、まあ、でもハイゼルすごいこうレールとか入れやすいんで、うん、なんていうの、こう結構自分の中では待ちすぎるぐらいでも、うん、逆にそれが多分ちょうどいいぐらいなのかもしれないです、うん、かもしれない。だいたいいつもこのぐらいかなと思っていくとちょっと早いんで、うん、多分このボードだとこのぐらいで調子いい感じです。なるほどね、はい、分かりました。じゃあちょっと次のラウンドも、はい、あんまり力まず、そうですね、やってみてください。はい、やってみます。お願いします。お疲れ様です。どうですか、奈々ちゃん。いやちょっと体が痛い。疲れてて、なんか、うん、やっぱボコボコに合わせるのがちょっと難しい。ちょっと手こずってて、ボコボコプラスちょっとこうシフトしてるじゃないですか。だからこう上に上がりすぎると、うん、何もないみたいな。そうだ。であとここのフェイスがこのボトムタックから上がる時の間がすごい長いから、うん、その時にずれて、なんかカービングも技じゃなくてただのスナップターンみたいになっちゃうから、なんか波にもっとフィットさせたテイクオフとかパドリングとかで、うねりにちゃんと合わせてテイクオフしたりとかするようにした方がいい。やっぱり上手い選手は必ず変な波でもこう長寿で合わせて、自分が速すぎちゃったらちょっと遅らせて波に合わせてあげたりとか、波が速そうだったらちょっと早めにパドルしてもっと斜めにテイクオフしたりとか、なんかそのターンをしやすい状況を作ってることが多いから、それはもうちょい心がけた方がいいから。でそれでプラス今日は2インチぐらい板長いじゃん。だからその長いことも理解してて、やっぱ長い分短いのよりバッて上げるの難しいから、ちょっと早めに上げるとか、長さをうまく使ってやるライン取りとかを意識してやれればいいんだよ。この決めなくていいから、そういう練習をするといいかも。なるほどね、はい、分かりました。じゃあちょっと次のラウンドも、はい、あんまり力まずやってみてください。はい、お願いします。お願いします。体がまあ持つ限り、今日はちょっと体痛いっぽいから、それをうまく意識してやれるといいかも。あとはリラックス。そんな感じで2ラウンド目もお願いします。今日はね、ちょっとね、体が今痛い状態みたいなんで、あんまり無理はできないと思うんですけども、ちょっとやれる範囲でね、意識してもらってやってもらいたいと思います。ただね、調子はね、かなりいいと思います。去年もね、QS 5000を優勝して、今年 CS にチャレンジしていけるように、ここでね、しっかりたくさん吸収して踊ってもらいたいです。にぎわってきました。さあバック側は、ね、全く人がいないんですけども、オフザオールはエリン・ブルックスやってるアリスタ・スペンサー、その西圭次郎くん、そしてね、ルイくんやナナオちゃんなどね、
一般のサーファーの方もいますが、結構人が増えてきております。さあ、渡辺一行くんも登場しました。今日はね、首が不調ということであんまり誘わなかったんですけども、彼もちょっと休みが多かったので今日は久々に復活するそうです。さあ、今日はね、キッズからジュニア、そしてね、コンペサーファーがしっかり朝から練習しております。さあ、水もクリーンで綺麗になってきて、海に入りたくなるようなコンディションです。サイズはね、まあ胸節と肩あるじゃないかなって感じのコンディションなので、ほんとね、みんなが楽しめるようなコンディションです。さあ、コンディションがね、どんどん悪くなってきてしまいまして、なかなかみんな波に乗れてない状況が続いております。さあ、ルイク上がってきました。最後もいい感じでした。上がってきました。お疲れ様でした、ルイ君。お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、思うようになかなか乗れなかった。乗れなかった。でもなんか待つっていうのは結構掴んできた。なんか分かってきたよ。なんか当てるセクションが分かってきたような気がします。いいですね。なんかそういう気配を感じる確かに。まあ、もう少し多分やり込んで、うん、バックサイド乗りまくったらちょっと掴めると思うんで。でも結構。感覚的にはいい感覚をつかなそうなんで、いいっすね、かなりいいでしょう。いい感触ってことっすね、
まあこれをとにかくいい波で、まあハワイ良くないって言ってもこの、はい、こんだけいいターンできるな。日本帰ったらそれがもっとやりづらい波になるから、はい、ここでとにかく覚えて、はい、活かして次につなげていければいいと思う。そうですね、残り、まあ、少ないですけど、はあ、やりまくってしっかり収穫を得て帰ります。バックサイド修行もうしまくるしかないですよ、はい、そうですね。バックヤーズもサンセットもあるんで、はい、CT も、はい、CT もサンセットあるんで、そうですね、見て勉強します。了解です。お疲れ様でした。ありがとうございました。なのでお疲れ様です。どうでしたか？痛さが増してきて痛さが増してきたちょっと今日はじゃあ、まあ無理せずゆっくりっすね。そうですね。でもまあちゃんと合わせてターンできてたと思うよ、2回目、あの1ラウンド目より。波は、いや風が入る波は苦手ですね。あダメですね、そこはしっかり合わせて。でもああいう風にちゃんと意識してやることが大事。板がやっぱ長い分ポケットが外れそうになっちゃうけど、そこをいかに逃がさず耐えてやっていくことっすね。スピードを落とさないで最後まで当てれるセクションもうどこまでも当て続けるみたいな感じでやれるといいんだ。でもレギュラー結構ロングオールの波多いから練習になるよ。私レギュラーの方が練習しなきゃダメだった。バックサイドの方が前ダメだったのにね。一時3年前ぐらいの時はバックサイド練習だって言ってたのに、ね、今度はフロント練習になっちゃいましたね。なっちゃいました。でもいいターンはしてると思うし、アリスタスペンサーとか入ってるけど比較しても悪くないターンできてるから、なんかうまくこう合わせることと、あとは試合でそれをしっかり焦げずに出すことが大事だと思う。パートがちょっと多いからね。だからしっかりそのさっきあの動画撮ってない時に言ってたアドバイスとかを活かしてやれるといいんじゃない。頑張っていきましょう。お願いします。お疲れ様でした。はい、というわけで今日はコーチング編第3弾ということで、ルイ君と七尾ちゃんにあのコーチングセッションを撮らせてもらいました。まあ、なんだかんだね、最初貸し切りだったけど結局 CT のアリサ・スペンサーだったりエリン・ブルックス、まあ、有名な女子サーファーも入ってきたり、まあ、日本人の一光くんとかね、西慶次郎くんとかもね、サーフィンしていて、やはりサーファーは休める時がないという感じですかね。まあなんだかんだオフザオールはできないって言っても全然できる。全然できます、ね。全然もう日本に比べたらもう最高波を荒れてるんで、はい。そうっす。ちっちゃいって言っても全然胸肩ぐらいあるんで。ね。はい、全然ターンできるし、この、まあ本当、海パンとかでね、サーフィンできる水温でね。はい、最高のセッションですね。まあ、こんな感じでコーチング編もう一回ぐらい取れたらやっていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと波のコンディションここからどうなっていくか分かんないんですけど、また CT の時に、ね、波バーンって上がるみたいなんで、まあ、ちょっと頑張ってサンセットとかでもでかいセッションやっていきたいなというふうに思ってるんで、そちらの方もぜひお楽しみにしてください。チャンネル登録してお待ちしていただけたらいいと嬉しいと思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ルイ君お疲れ様でした。お疲れ様でした。いいですね、だんだん掴めてきてる感じがある。そうですね、本当今日はほぼバックサイドしか乗ってないんで、うん、結構波も難しくてちょっと途中もう諦めたかったんですけどもうひたすら乗りまくろうと思って。あ、いいんじゃない。でまあ徐々にそのやっぱ今まで掴めなかった感覚みたいなのが掴めそうなんで、いいっす、かなりいいセッションでした、ね。まあ、これをやっぱ狙ってたんで、はい、あのハワイ行く前やっぱバックサイドルイ君キーになってくると思ってたんで、そうですね、かなりなんか入る前となんかこの今やった後なんかこうバックサイドに乗る時のなんて言うんだろう、波の見方が変わった。ああいいねいいね。その当てるセクションがなんか分かってきたから、すごい前まではなんかセットとかあんまもう上手い人に譲ろうと思ってたけど、なんか自分が行ってやるっていう気持ちに変わってきました。来ましたね、はい、いいエネルギーがそうですね、かなり湧いてきてる感じ、いい感じです。じゃあまたちょっとしっかり練習してもらってやっていきましょう、はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。